まあ、この動画では、まあ、そこから起業につながるまでみたいなところも含めてお話をお伺いしたいなと思っていて、まあ、いわゆる最初はロンドンの語学留学がきっかけで、はい、そこから海外で働くっていうところがありましたと、はい、で、まあ、そこで働いた後どうやってタイで起業するっていう形になったのかってところをお聞きしたくて、はい、何がきっかけだったんですか。もともと東南アジアはバックパックで旅行してたんで大好きだったんですね。旅行してる中で一番好きだったのがラオスだったんですよ、はいはい、とにかくラオスの人だとか気候だとか程よい田舎な感じだとか無垢な感じがすごい好きで、まあ、惚れ込んだんですよ。海外在住で転々としていく中で最後僕のその起業前の海外の最後の拠点ってラオスだったんですね、はいはいはい、でラオスって内陸国なんですけど、まあ、メコン川があるんで島がたくさんそのメコン川の中にあってですね、特に南側カンボジアの国境の付近がシーパンドーンって言われてるエリアで、シーパンドーン、シーパンドーンで、そこでもメコン川内にあるからその電気がない島がいっぱいあるんですね。で、まあ、本当にちっちゃい島からある程度大きな島まであるんですけど、僕が行ってたのがドンソムっていう島で、うん、今でも Google マップで調べても名前出てこない島なんですけど、そうなんですね。そうで、そこは横幅が1キロ縦が3キロくらいちっちゃい島なんですやば、近くの港からイカザで30分くらいかけて上陸したら日本人初めて来たって言われて、でもそこに住んでるんですね、人が住んでますで、そこの中に85世帯くらい人が住んでるんですよね。ちょっと待って、1キロ3キロですよね、うん、に85世帯あるんですよ。ほう、多分昔ながら本当にもう何にもない生活をしてるんですね、はい、農業しながら、はい、そこでプロジェクトとしてはその電気がない島で基本的には灯油ランプみたいなので生きてるんで電線を張り巡らせて、うん、でメコン川の水流を迂回させて小水力発電所を作って、うん、それで85世帯を電化しようというプロジェクトだったんですけど、はい、まあ、ほとんど現場管理みたいな形で行ったんですけど電気ないから重機も入んないんでイカダしかないんでつまり手作業なんですよ全部が。じゃあ掘るのも、そうで、しかも島なんで土がこれくらいしかなくてそれより下岩なんですよ。やばそうなんだ、それめちゃくちゃやばいですね。岩なんですよ、だからもうみんなでとにかくひたすらもうくつら橋で岩を下り、この長細いやつです。そうです、あれでキン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 やって、めっちゃ痛いんじゃないですか。はいはい、でそれキン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 やって手で運び出すみたいな、うん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 、ひたすらやってて最初すっごい楽しかったし、まあ、体もどんどんムキムキになってきてかつてないくらいに楽しかったんですけど、まあ、夜日が暮れる前にメコン川で水を浴びてシャワーもないし温泉もないので灯油ランプ夜ついて、でそれで酒を飲みながらで酒潰れた人から寝るみたいな、で言葉もあんま通じないんでゲラゲラ分かんないけど笑って寝るみたいな、で最初1ヶ月くらい楽しかったんですけど、まあ、それで飽きてきてなんか面白いことないかなって思った時に見つけたのがもち米を栽培してたんですね、はいはい、それなんか楽しそうだから田植え体験してみようかなくらいの気持ちで手伝ってみたらめちゃくちゃ楽しかったんですよ。そうなんですね、めちゃくちゃ楽しくてめちゃくちゃ気持ちよくて、はい、夕暮れの時までできるだけ行けるところまで植えようって言ってみんなでラオスの若い子たちとやってて、はい、まあ、終わらなかったんですけど、はいはい、すごいやった感があって気持ちよくて、でみんなでウェイとか配達しながらやってなんかこれいいねオフィスワークとかよりもなんかすごい太陽の下で土に触れながら仲間と一緒に汗を流してやるこの農作業楽しい、農業楽しい、農業やるみたいな気持ちに一瞬でなっちゃった、ね、あ、そうなんですね。それから最初は軽い気持ちですよね、農業に入ったの。でそれがたまたまラオスでそうだったんで、はい、あ、じゃあラオスで農業やる、これがその日から夢になったんですよね、うんうんうん、農業に入っていくきっかけになりますね、はい、じゃあそこで農業に、農業が面白いっていうのはあったと思うんですけど、はい、それタイにフォーカス当てる、今までっていうのはラオスじゃないですか。そうですね、そこからタイで起業するっていうのはどういう視点だったんですか。最初はそのラオスでやりたくなったので、はい、いや農業まず学ばないとと、農業のこと何にも知らない、本当に作業が楽しかっただけ農業に入ってるんでじゃあどうしようかなって知り合いもいなくて、はい、Facebook 見てたら、うん、大学の一校上の先輩が本家をの後継ぎがいなくなったんでそれを引き継いだって先輩の投稿が目に入ったんですよ。この人が唯一の僕の農家の知り合いになったんで、なるほど、初めてですぐ連絡してやろうぜ、農業やりたくなって勉強させてもらいたいんで日本に帰国したら行かせてくださいって、いいよいいよって言ってくれて、うんうんうん、ラオスから、本帰国したタイミングで長野の飯山まで行って話を聞きに行って、ラオスで農業やりますとなんでもう農業教えてほしい、はいはい、通いで来るんで、はい、とにかく教えてくださいって言って、そしたらその先輩もですね海外志向がすごい強い方で、うんうんうん、その方は当時はミャンマーでやりたいと思って、うんうんうん、土地を探し始めるタイミングだったんですよね。それだったら一緒にやっちゃうってなって、あ、そうなんですね。だから僕のラオスラブが強すぎて、はいはいはい、ラオスの土地を探し始めた。え、ラオスなんですね。最初はそうなんです。その中でよし日本人だしイチゴだろうと、ラオスでイチゴやろう
って調べる中でいろいろ難しいことが分かってきて、だけど東南アジアでやりたいよねっていう中で、ちゃんとマーケットがある国で、かつ生産ができる国っていうと結構限られるんですよ。そもそもラオスってその人口が当時600万人くらいしかいなかったし、市場がすごいちっちゃいですし、物流も難しいし、生産地としてはすごいんだけどやりたいのができない、で一方でシンガポールとか香港とか大きな市場を見てみると、あそこは農業できないんですよね。植物工場くらいでしか農地がないと。内陸で探したら市場としての魅力は圧倒的にバンコクがでかかったんですよね。人口日本人だったら8万人いるし、日系食店も当時2000店舗あったんですよ。これは日本 の, その食材の需要があるなというところから、もともとタイも好きだったし、市場としても魅力的だし、調べてみると有料な農地も結構ある。有料な農地っていうのは土地としての肥沃度がいいみたいな感じなんですか？ではなくてですね、僕らがやろうとしたのって非価格値のつけられる高品質な日本の野菜を作るっていう点だと、やっぱりどうしてもですね、標高が高いところになる。で標高が高くて気温が、そもそも作れるものの幅が大きいところ、なんで標高が高い農地があるかどうか、もうこればっかりを調べてるんですよね。そしたら結構ある。あ、そうなんですね。特に北に行くとある。北帯、東北部、この辺りを狙っていったら高品質な作物ができるんじゃないかって推測で入っていったと。高品質な作物を作れる可能性がある産地があって、かつ大きな市場があると。でそこから生産が安定してくれば、国外に出すのもシンガポール、香港、飛行機、あるいはシンガポールだったら陸で行けちゃうと。そこで単位狙ってを定めたって感じですね。標高が高いところである程度土地が取れるところって相当少なくないですか？タイは少ないですよね。なんで土地探しとかすごい苦戦しました。いやですよね絶対、はい、しかもそこって多分住宅とかも入ってるんじゃないかなと思ってるんで、そこのここ所とかどうやって取るんですか？そこも人のつながりですね。最初の土地探しの時は、北部東北に定めをしてたんで、その地域で有名な農業学部のある大学に行って教授に会って、こういう土地探してるんですけどっていうのを話したら、あるあるみたいな感じで連れてってもらった。その土地でもう始めた。あ、すごい。そうなんですね。一発目がすごい良かったんです。これ実際まず個人でやろうと思ってたんですか、それとも法人でもう建ててやろうと思ってたんですか？法人ですね、最初から。そうなんですね。当然先輩と一緒ですし、当時僕らはねあんまりお金もなかったですから、法人格として資金もしっかり受けた上でやろうと。そうなんですね。起業前ってタイも観光ビザで入っていいんですよ。そういうことか。観光ビザからビジネスビザへの切り替えっていうのは許されていて、僕は最初観光ビザで入って、会社の立ち上げ目的で行きますと、タイに法人がない状態で入っていったのが最初ですね。タイの法人って作るときってそんなに難しくないんですか？普通に日本の法人と手続きと変わんない。そんなに難しくないと思います。要件はいろいろありますけどね。外国人なんで、その外国人事業法っていうのがありますし、そこはしっかり要件を満たさないといけないですけど。なるほど。じゃあ株主としては持てないみたいなのもあったりするんですか？そうです。半数以上とか持てない。そう、半数は持てないですよ。だから過半はタイ資本じゃないといけないですよね。なるほど。 49% は日本人で持てますけど、残りの 50% はもうタイの資本を入れると。でないと基本的にはですね、例外はありますけども、会社はそういう形で作りますよね。あ、そういうことなんですね。一旦そこは農業っていう形で多分法人格作るじゃないですか、でそこで、観光ビザから普通に就業ビザに変えるじゃないですか、そこからどういうふうにトマトまでつながるのかっていうところをちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、それはちょっと次の動画でお聞きしようと思ってるんで、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。